吉見百血、柏屋横穴群横穴墓とは、一般には、大地や、断球の斜面に高さ2メートル前後の穴を掘り、人間を埋葬した、施設のことである。古代東アジア社会などでも見られるが、本校では、日本考古学の用語として解説する。構造は、横穴式石室に似ている。紛糾を持たないのが通例であるが、例外も一部ある。原質には、 棺や棺を置く台を削り出した例もある。天井の形態は、家型、ドーム型、アーチ型がある。また、前室を設けたり、沿道の前に前提を設ける例がある。横穴墓は単独で存在することは稀で、おおむね複数からなる横穴母群を構成する。また、戦国画を伴うこともある。九州よび関東から東北地方南部の太平洋沿岸では、 彩色が施された例もいくつか見られる。これらは装飾古墳にも位置づけられる。5世紀後半の九州北部の部前地域に塩原を持つと考えられている。主に6世紀中央に山陰、山陽近畿、東海まで成功した。7世紀初頭までには北陸、関東、東北南部まで分布した。白草霊前後から爆発的に増加した。 一部では8世紀中頃までに終焉。横穴古墳とも言うが、正確には古墳とは墳球を持つ高塚古墳を意味するため、墳球を持たないものは横穴墓と言うべきである。ただし分類上は抗議の古墳に含まれる。また、人口の墳球の側面から埋葬する施設を持つ横穴式古墳のことを横穴墓とは言わない。さらに中世日本でも鎌倉地方で、 同様の母性が存在したが、この場合、ヤグラと呼ぶ。明治初期には用途について、住居か墓かの論争があったため単に、横穴と呼ばれ、墓であるという結論が得られた後も、横穴の名称が用いられ続けた。その後、横穴古墳という名称が使われ始め、昭和初期から中頃にかけては、横穴と二分された。昭和40年代に入ると、 横穴墓という名称が使われるようになり、次第に主流となった。横穴墓は関東の研究者、横穴は関西の研究者を中心に使われる傾向がある。横穴墓は横穴墓とも、大受けとも読むが、結局論争当時に横穴を横穴と読んでいたこと、また、横穴式石室を横穴式石室と読んで、大受けつ式石室とは読まないことから、 横穴墓が適切と考えられている。九州から山陰、近畿をはじめとし、北陸、東海を経て、特に南関東が多い。北限は宮城県北部と言われている。静岡県内では約3000基を数える。ありがとうございます。